おし、刺身いきますかね。取りすぎ。うん、ポーチ、ポーチねが、ロールポーチとか、ジュレに。せっかくなんで早速、ケポさんのアナンタン醤油、仕込んできました、今。緊急で。お刺身で、いっぱい。これここが逆だったね。全部で刺身でいっちゃおっかな。刺身がやっぱり一番好きなんで。あ、すげえな、まだ透き通ってるっていうか。お、切ってある。ナイスだな。隠し包丁を入れてあるっていう。これおじさん切れねえから大して助かるわ。すみません、手でやっちゃってる。ちょっと一回全部。すみません、手でやっちゃいます。お、ゲソちゃん。おー、いいね。ちょっと2種類の食べ方したいんで、半々で。ちょっと手で隠れてるな。アングル悪い、ここら辺が真ん中なんだね。随分カメラのあれが。ショットガン種類ずんねえじゃんね。あら、半分半分でいかせてください。刺身も。もしこれで、アナンタン醤油。もう少しこんなもんかな。あれ、箸どこだろう。いたいた。これでしょ。もう一品はね。なんてこったい、トーチつけてなかった。ね、匂い入れすぎたかもしれないです。これ暗いね。納豆昆布。納豆ってこれ生って書いてるけど、納豆のことなんで。納豆昆布とか塩辛昆布とかってありますんで、ちょっとね、これも使って一品。お湯沸かしてるので、これどうかな、残ってるかな。斜めだな。
じゃあ、じゃあね、じゃあねってもうビール終わりだ。ビール準備して。じゃあこれ、くらいかな。ちょ、くれ。これ。いただきますね。卵の黄身とアオリイカとアナンタン。うわ、トロトロじゃないですか。下に見た方ずるかな。もういただきますね。前に出て、あ、いでいでいで。うーわ、うめえ。イカも噛んだ瞬間とろー、卵の黄身もとろー。足コリコリ。おや、すげえな、オリが。あ、オリが最高。ありがとうございます。本当こんな幸せなもの。足コリコリで身がトロトロでっていう感じ。あえて噛む音出しますか。うめえわ。いい姫準備しますか。いや、こっち食べきてないからもう少し楽しませておくれ。醤油少ない方がいいね。わはは、うめえ。うますぎるっしょ。切り口ね。あー、めんどくせえな。納豆昆布。水でもいいんだけどね。ちょっと早く食べたいので水でいかせてもお湯でいかせてもらいます。あっつぁ。おい、なんか天気が悪いの。調整レンジで。お湯入れましたよと。もうこうトロトロになるんですよ。まだちょっと甘いね。
よし、ちょこっと水入れますね。もう一発あなたに言いますか。よし、これに描きます。これは好み分かりますかね、とろみ。本当はこの状態でご飯にかけて食いたいんだよね。ご飯ね。よし、これでいただきます。とろみつけた。あ、うめ。二品。これ忘れてました。意外に夢中で。これちょっと余ってる。あ、うずね、ふけから、もつ煮。長良食品のもつ煮、野菜いっぱい入れてたの、そのまま。すげえ粘り出てきました。食べ頃。卵もったいないんで、これに食べ終わったと入れました。うめえ。幸せですね。こんな美味しいもん食ってるんだよ、富山の人たち。まったく。ありがとうございます。幸せのお裾分け。半合までもらえるなんてね。品薄の原因はテポさんのようです。せっかくなのでちょっと使い入れ物使い回ししますね。あっつー、あっつあっつ。いただきます。あ、アオリイカの木いただきます言ってねえんじゃない。食べたくて食べたくて気が流行って、これはもう相当煮込んであるんで、ホルモンもトロトロです。縁も熱くなるかな。まあ大丈夫だね。あっちゃ、とって持ってられね。わあ、うめえ。生きててよかった。お水じゃないですよ。本当っすよ。本当に生きててよかったっすよ。あったまる。今日何度ぐらいなの？寒いんだよね。ついつい話すすっちゃう。
食べつつラーメンの準備しよっか。これ家で店猫以外の汚ねんだよな。なんかこれ乾麺、今日もスーパーで売ってるあの乾麺だけのこれ。うずないけど、うずないけど、なってこって。これ、なんつうか、なんでも入ってます。家で、作り置きっていうか、継ぎ足しして使ったら継ぎ足し。発泡汁、ラーメンスープ、これ上はもう油です。肉、野菜、みんな、汚ねって言われるかな。スープもほぼラ、なんて言えばいいの、コラーゲン状態で固まってます。これをね、だしで割ってラーメンにするんですよ。もしくは、この上に浮いてる油。これご飯にはかけて食べたりね、デブ飯ってやつですけど。何でも入ってますよ。焼肉やって余った肉、余った野菜。これね、腐ればダメなんで週何回だろう。気付いた時いいかな、火にかけてグツグツってやって、でそれでもなんか死なない菌いるとかっつう話なんで、ウォルシュ菌でしたっけ。なんでたまに追加でチャーシュー茹でる時、チャーシュー一回米ぬかで下茹でしてからこの中に入れて圧力鍋にかけます。120度まで上がる圧力鍋なんで、大概滅菌できますんで、半分くらいになったらね、チャーシュー足して、スープ足して、ずっと、こんな感じっす。いいっすよ。余り物適当に入れちゃえばいいんでしょ。あ、やべ、さすがに多いかな。まあ、ちょっと嫌な予感するな。ちょっとだけ緩めます。